コスモス、ロイヤルダイヤモンド、俺の勝ちだな。行きましょう。さあこれで、いきます。さあ多分これでなんかイベント出てくるんじゃないでしょうかね。この回に地上に戻る。さあどうですかね。めっちゃ稼げた。829円、よしコンプリート。で金1万になったけどどうなのって、どうなのって聞いてんだよって社長。借金返済完了。うわこの文字体懐かしいな、時代感じるわ。やりました、1万ポコ達成です。鉾館運送は多分永久に埋めずです。さあ帰りましょう鉾館製へえこれ全クリ、これ嘘でしょ、そんなことないでしょ、まだだって全然探索しないぞ。俺のピクミン欲求はまだ満たされてないんだが、マジ最後のボスあれでいいの。あ表情にな、よく見るとよく見ると恐ろしいんだよ俺、これちょっと怖いんだけどピクミンちょっと怖いわ。うん、じゃあな、あばよ。お、マジで終わりやがった。マジで終わりやがった。マジで終わりやがった。ルーがいるわ。何してんのこいつ。悪そうな顔してんな。目決まってんじゃん。普段横目なんだけどなこいつな、キツネ目みたいな。多分足らねったんだろうな。なんかこう褒められたりさ、そうこの目だよな。マリオクラブ CEO LTD スタッフ、ん？何何？なんかコメントがうっせえな。ムービー読みの、いやムービー見せてよ。ルイが置いてかれてるって設定なのかこれ。あ、だから今こう悲しんでるのか。え、でもルイがなんか悲しんでるような描写あった？俺がこんなことやっててもしかして見逃した？ってやって。ロケットにいなかったからか。あ、なるほどね。あ、そういうことか。あ、そういうことか。あ、なるほどね。あ、それはあれだわ、察せらなかった。あ、ロケットの中にルイがいなかったのか。あ、そういうことね。オリバーしかいなかったってことか。あ、なるほどね。うっせえ。うん、俺から言わせることは言わしてみたら、うっせえ、細けいこと気にすんな。うん、
セーブしましょう。で、っていうことは続きがまだあるってことでしょ、これ、おそらく。3に あれか行くのか、これがもしかして。3につながるのかな。チュートリアルが完了？どういうこと？ルイを助けに行くんだ。ピクミン2はこれからぞ。これから先が難しいダンジョン。あ、そうなんだ。さらにお宝を集めます。あ、本当だ。ムービーが繋がってる。おかげで会社は救われたぞ。何？まだ残ってる？全部集めれば大金持ちじゃん。でもルイのことだってこいつらも気づいてないもんって。俺は間違ってないよ。オリもだって気づいてないじゃん。あ、そっから社長が行くんだ。なんかぬるっと始まったわ。あ、新しいとこ始まった。眠りの洞窟、目覚めの森。普通あそこでルイ置いてくんかいってな。あ、なるほどね。あ、あらっと気づかなかった、マジで。この家に着いた。オリバームービーで気づいてた。あ、そうなんだ、そうなんだ、なるほどね。細けいこと気にしなくていいよ、いいよ。神経質だな、繊細だろお前。望みの大地です。行きましょう。ルイどこにいんだ。家って書いてあるわ。家。あ、なんかロケットが進化してるわ。社長、到着しました。お宝ザクザク夢の星です。ウハウハ大儲けです。おこたて運送を宇宙一の金ピカ運送にしましょう。みんな私と同じ悪趣味な金ピカになってしまい。なんか性格がかかってるわ。あ、いえ、とってもビューティフルです。私とっても嬉しいな。あ、オリマさん、くれぐれも社長には失礼ないようにお願いしますね。それにしてもルイさん、どこへ。食料も持たずにこんな未開の星に降りるなんて失敗です。一刻も早く見つけましょう。これでもさ、しっかりちょっと考えたいところはさ、これはね、オリマーのせいなの、それともなんだろう。だってさ、帰りましょうっていう時にさ、点検するじゃん。はい、エンジンよし。はい、燃料よし。人員よし。これオリマーのせいじゃない、これ。普通に。バカはオリマーじゃない、これ。多分おそらく。ムーブ見せたらわかる。あ、本当？オリマ悪い。ルイのせい。ルイが何したんだ？え、ちょっと待って、俺気になるわ、それ。なんでおめえらだけ楽しみやがって。気になってきたわ。この回に、この、ました。1万歩行達成です。ルイいるね。ホコタテ運送は多分永久に埋めずです。さあ帰りましょう。ホコタテ製へ。え、これ全クリこれ。嘘でしょ。社長いるね。そんなことないでしょ。で、ここでピクミンの顔が出てくるんだよ。探索しないぞ。俺のピクミン欲求はまだ満たされてないんだが、マジ欲しがって。で、ここでオリマが、これ気づいてないじゃん。オリマあれでいいの、ほら。あ、オリマのせいじゃん。気持ち悪い。気づいてないじゃん、だって点検しないもん、だってオリマが恐ろしいんだよ、俺ちょっと怖いんだよ、ほらピクミンオリマだってもう、ほら、あ、ここでオリマが気づいたんだ。あ、これオリマ失格だな、宇宙飛行士。これだって乗る前に点検しなきゃ、これ普通に社会人として。ちょっと怖いわ。うん、あ、でここにこれでいないってことね、ここでね。はい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 。じゃあな。俺これさ、この顔俺覚えてるんだよ、これさ。俺泣いてるからと思った。ピクミンたちにこうやって、あの、おいピクミン、ごめん、いいか
星みたいな感じのこれ顔かと思ってたんだよなこれ。あ、そういうことかこれ。だってさ、この前にさ、うわこの文字多分永久じゃないでしょだと思ってたんだよね俺これ。これ覚えてるわ、この顔してたの俺覚えてんだけど。あ、なるほどね。流し見で見よう、もう一回。マジここでさ、最後のボスあれでいいの？後ろ見てさ、わあピクミンって、赤ピクミンって、青ピクミンって、キーピクミンってさ、もうここじゃもうピクミンに対する今思いが溢れて、ちょっと怖いわ、うん、うん、怖いわ、俺が怖いわ、これ、うん、危ない、うん。あ、でそれであのエンディングであれか、あ、オリマーいないけど、オリマーなんか一人で寂しがってるみたいなのね。あれなんなんすかね、あれね、どういうなんか点検不足なのか、それともルーイが勝手に、まあ、降りちゃったのかわかんないんですけど、ね、そこはね、うん、3やればわかる。あ、そうなんだ。え、これじゃあ3に繋がるのこれ、今わかる、今わかるなら、まだ続くか、ほんと続くんだ。え、どうしよっか。え、待って待って、これ日が結構進んでるな。てか、あれだ、そりゃそうだ、俺そのままポーズしてないから進んでるわ。じゃあ、とりあえず、一回やか。25。青20でいいな。社長になってるのさすがにそれは気づいてるわ。そこはさすがに気づいてるわ。今のめちゃめちゃそこは俺文章も読んでたからさ、今ごめんね、今ちょっと文章を読ませていただいたので、さすがにそこは気づいてるわ。多分ね、ノンバーバルコミュニケーションが苦手なんです。あ、すいません、非言語コミュニケーションがちょっと苦手でした。すいません、察しが悪かったですね。俺てっきりあの目はね、悲しんでる目かと思ったわ。